てるのかな。これくらい平気だと思ってた。ささやくのは誰？もう限界。自分の声だった。傷を隠して痛みこらえて、いいことないよ、くじけるばかり。そう無理しないで背伸びやめて、強がらないで素直になれば大丈夫。してくれる大丈夫。昨日の自分にグッバイ。優しいお風がちゃんと次の場所運んでくれる。照らしてくれる。